田さんにとってのフジロックって どんな印象がありますか。いやらしいことをたまにしてる人はいるテントでやりまくる。そう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 、この番組でも取り上げたわ。そうだよね、30代女性がすごいやつ。そうそうそう、3年前、結構前、そのイメージがありますね、うん、マウンティングしましょうか。僕1年目行ってますよ。あ、本当に、うん、すごい。あれ90何年だろう、95年とかぐらいだと思うけども、95年か。1年目の2日目だけ撮ったのかな、うん、そしたら1年目って大変だったんじゃない。富士急ハイランドでやったとして、1年目って台風直撃して、で、あのフェスの対応みたいなものがまだ何もできない時代だったから地獄絵図だったんですよ初日が大変なことになって、翌日は止んでたんだけど、地面がぐちゃぐちゃになっちゃって翌日ライブ中止。あで、ライブ中止って途中で電車の中で流れたんだけど、でそれ聞いてショックだったんだけど、僕の目の前の人が、あの思いっきりもうヘッドホンで音楽聴いて入ってる人いたから、こいつが気づいてへこむまで見ようと思って途中で引き返さないでちゃんと現地まで到着して、でそのサイズがノリノリで降りてって、あのポスター見て崩れ落ちる瞬間まで見てこれで取り返したって感じ。ねえ、面白い。吉田君っぽいな。吉田君っぽいな。やったーと思って。吉田君っぽいですね。で、あの駅着いたらもう 前日で本当ボロボロになった人が野戦病院みたいにぶっ倒れてて、それも面白いから写真撮りまくって元気にこう。やったーと思っていいの撮れたね。楽しんで帰ろうと思ったらもう電車が大変な混み方で、ね、簡単に帰れないことが判明してみたいな。でそれでひどい目にあったかなと思ったけども、じゃあせっかく時間あるからと思って駅近辺を探索したら、はいはい、ボロボロの本屋があって、新刊書店なんだけど、あの20年ぐらい前の本とかを定価で売ってて、あの激レアな漫画とか全巻で買ったりとかして、すっかり元気になって、あの楽しく帰ったってだけの話です。いい思い出じゃないですか。ロックは何も見てない。フェス嫌いでしょ。そういう人もだから、ね、多分でもそこで人生変わったと思うんですよ。そこでもし見れちゃってたら、もしかしたら僕フェス側の人間になった可能性なんですよ。 確かに。あそこで見れずにそういう風な楽しみ方をしたことによって多分人生がねじ曲がった可能性があって、ねじ曲がってはないけど道を逸れちゃった。そう、全部無理ですね。野外ロックは野外ね、野外ロック野外ロック野外ロックなんですけど、全部無理ですね。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。